はいどうも皆さんこんにちは,こん,にちはこんばんは GK です。今日なんですけれども今日は GK クリニック第64回目やっていきたいと思います。さあ今回もね視聴者の方の褒め診断及び今後のアドバイスねしっかりやっていきたいと思います。ということで、えー、今回もね診断やっていきたいわけですが今回のテーマですね毎回テーマ付けを行ってますが今回は安定感というところですね。週、まあ、リーグとかをね戦う上でやっぱりね長期戦、まあ、1週間とかで戦ったりとかしてアテラスしイの権利が入る入らないとかね まあそういった話になってくると思うんですけれども、そこでね、結構大事になるのがね、安定すること。うん、ラがないことっていうのも結構大事で、まあこうなるときに、まあじゃあどこをね、強化していけば、どこがその安定感につながっていくのかというところね、まあ当然全部つながっていくんですけれども、まあ特にどこを強化したりすればね、例えばまあグラマスに残留できるようになるのかとかね、ここのエレベータークラブとかを脱却できるのかみたいな、 まあそういった話をね、最終的に行えたらなと思いますので、まあぜひね、そういったところで悩んでる人がいたら、ぜひね、参考にしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで早速ね、ここからクリニック入っていきたいんですが、まずはですね、ここから依頼者の方の、えー、診断依頼時のね、褒め、見ていきましょう。こちらです。 はい。ということで、総合力が14万3000ぐらいある方ですね。まあ総合力的にはね、十分ね、グラマス、まあ安定期というか、まあ、なんならアマテラスとかにね、まあ行けてもおかしくないぐらいですね。僕とあんまり総合力変わらないぐらいですね。で、今現在ね、マスターとグラマス結構行ったり来たりしてて、まあマスターは安定してね、まあ、首位で勝ち上がれるんだけど、まあグラマスに来るとどうしてもちょっと落ちてしまうということでね、ここの安定感が欲しいということなので、まあここをね、脱却するための、 えーまあ、方法というか、まあ、どこに力を入れていけばいいかとかね、まあ、そういったところについて今日はねしっかり話していけたらなと思います。よろしくお願いします。では、ここからなんですが、まずはですね、まあ、実際に、えー、依頼を行う、依頼を受けたときにね、まあ、こちらで選手ボックスを拝見させていただきまして、えー、今回の診断に、ね、の中で、まあ、スタメンとか、まあ、抗体薬とか、まあ、そういったところ、候補に入ってきそうな選手をね事前にデータを送っていただいてますので、 えー、こちらをね、皆さんと一緒にまずは確認していきたいと思います。じゃあ、まずはですね、ゴールキーパーから見ていきましょう、こちらです。はい、ここはパク・イルゲ選手の24フォーカスですね。まあ、センスはね、まだまだというところですが、まあ、これだけのキーパーを持っていれば、十分戦えると思いますので、はいここはま不動の存在に今後なっていくんじゃないかなと思いますので、まあ、いい感じかなと思います。 で、今回ね、まあちょっとクラブリンクマリノスとかで、まあ、組む前提でちょっと組んでるので、まあ、過去クラブリンクもね、反応させることができるので、まあこのボナセンのプラスセンスとかもね、生きると思いますので、まあ、これはね、どうにか、増、ま、し、あ、上げていきたいところですね。はい、今後の課題になってきそうです。では続きまして、センターバック候補の選手見ていきましょう。こちらです。はい、ここ左はアレクサンダー・ショルツ選手の23フォーカス8段。で、真ん中上田選手の24レギュラー。 右,えー、右が宮選手の23フォーカスとなってます。はい。ということで、まあ、この3人の中で、まあ、やっぱちょっと抜けてるのは、まあ、ショルツ選手のカードかなと。まあ、スキル強化もあるんでね、まあ、タックルと空中戦、うん、強化できてるし、まあ、悪くないかなというところで、まあ、スタメンは確約かなと思います。で、あとね、宮選手と上田選手の比較なんですけど、まあ、スキルの安定度で言ったら、宮選手の方がちょっと上かなという感じがしますので、 まあこの3人で選ぶんだったら、宮選手を選びたいなというところですね。で、交代役で上田選手を、まあ、宮選手とかと交代枠使うかどうかというところまで検討したいという感じの、まあ3名の力関係に見えるかなと思います。で、もう1ページセンターバック見ていきましょう。こちらです。はい、ここ福森選手のね、今年の24フォーカスね。 で、これ、キラーなんですよね。キラーで、まあ、スキルも結構しっかりとね、まあ、ガーディアン・インターセプトまで持ってって、というところがあるので、まあ、センスが仕上がればで、ね、ワンチャンスあると思います。で、福森選手といえば今年ね、月間取ってるので、月間コインとかでね、積極的に交換して、まあ、センス付けとかした上でね、まあ、いいセンス、1、2個とか付けば、まあ、全然ここもスタメンの道まだまだありますので、まあ、ここはね、ちょっとね、注目して、 今後ね、まあそういったところで、まあコイン交換とか含めて、まあフュージョンする機会がね、まあレギュラーカードとかも今あるしね、まあ今後も多分後半シーズンに行けば福森選手もっといいレギュラーカード出たりすると思いますので、まあそういったところでね、まあ今後探っていきたいカードかなと思いますので、まあ今回ちょっとね、あの、褒めには入ってこないですけど、一応ね、ちょっと取り上げさせていただきたいなと思います。はい。じゃ続きましてサイドバック候補の選手見ていきましょう。こちらです。 はい、ここはまず左が坂井豪徳選手の、えー、タイムスリップ23のキラですね。これはね、まあ積極的に活かしたいんですけど、ちょっとディフェチが足りなそうなので、1試合はね、持たないと思うんでね、まあ前後半どっちかで行きたいなというところで、まあ左か右どっちかで使いたいなというところですかね。はい。まあ今後 TSS とかね、狙っていくんだったら、まあか、ね、キラあるんで、うん、まあ候補に入ってくるんじゃないかな。パス顔面もあるしね、まあ感触はいいんじゃないかなと思います。 で、真ん中、角田選手の23フォーカスですね。まあ、これ、ディフェッチ高いし、キラーだしね。まあ、オーナセーンディフェもしっかりあるんで、まあ、これはね、結構使えそうですね。まあ、ここもセンスまだまだいまいちですけど、まあ、後退役とか含めてだったら全然戦えるんじゃないかなと思います。で、右の塩谷選手ね、フォーカストプレーヤーですけど、まあ、ここもね、センスはまだいまいちですけど、まあ、能力的には全然右サイドバックとか戦えそうなので、まあ、全然スターメンもあるかなという感じですね。はい。 ということで、えー、こここの3人をどうにか駆使していきたいんですけど、まあ坂井豪徳選手が両方できるので、まあ坂井豪徳選手をどっちかで交代役使って、みたいな感じかな、のイメージで、ね、今のところ、まあ成り立っていければな、という感じですね。はい。そんな感じで捉えていただけたらなと思います。はい。じゃあ続きまして、ボランチ候補の選手見ていきましょう。こちらです。はい。ここは左が安部祐樹選手の、えー、タイムスリップ23千葉バージョンね。 ま、これも、ま、悪くないですね。タクティカルインターセプトあるし、まあ、ハードタックル B であるので、まあ、ディフェンチもなんだかんだ1500ありますし、まあ、ボダセンディフェと金フ、金ディフェ、あの、銀利フェマでね、あるということで、まあ、この中だとね、全然仕上がりいいんじゃないかなと思います。まあ、スタメンも十分あると思ってください。で、白井選手のね、24フォーカスね。まあ、これもね、スキルとか全然悪くないんですけど、ちょっとディフェンチがね、足りなそうなんでね、 ま、ここに対して、ま、どう考えていくか。まあ、B スキル強化3つはちょっと重いので、まあ、ここをディフェセンスとかにね、うまく変えていけると、まあ、今後スタメの可能性とかもね、まあ、全然あると思っていいと思います。で、右がね、藤田ジョエルチマ選手の24アンダー23日本代表ね。はい。これは金ディフェもあるし、ボナセンの金ディフェもあるし、まあ、スキルもね、まあ、タックルスティール A で持てるので、まあ、これは非常に印象いいですね。 はい。ということで。まあ、この中だと、まあ、ジョルチマ選手、安倍選手がスタメンに近いかなという感じで、まあ、白井選手が次点かなという感じで捉えていただけたらなと思います。はい。じゃあ続きまして、トップ下ですね。OMF 候補の選手見ていきましょう。こちらです。はい。ここ、アンデルソン・ロペス選手のレギュラー24ですね。1枚候補となります。 まあ、とりあえずはというところですが、まあ、仕上がり的にはね、もう一息というところですかね。まあ、なかなかシューターとしての、まあ、期待値が高いわけじゃないので、まあ、もしなんかいいパサーとか持ってるんだったら、そこに、ま、あすり替えたりとかしてもいいかなと。もう一仕上がりやっぱね、トップ下のシューターとして使うんだったら、まあ、シュートスキル強化とかね、オフェとか、そういったところを上げていきたいところかなと思います。ちょっとね、足りないところかなと思いますね、ここはね。はい。 で続きまして、ウィング候補の選手見ていきましょう。こちらです。はい、ここは左がエウベル選手の23レギュラーですね。まあ、ライトニングクロス、カットイン、ミドルシュートというね、組み合わせなんですが、まあ、クロスサーとして使うかどうかというところでね、まあ、判断をしていこうかなと思うんですけど、まあ、今んところね、左のね、クロスサーはね、エウベル選手ぐらいだったんでね、 タアラツミダ選手が横にいますけど、ちょっと育成がまだ間に合ってなさそうなので、まあ、とりあえずはスタメンになりやすいかなと、まあ。クラブリンクもね、マリノスでちょっと考えていきたいと思うんで、というところも後押ししてるかなと思います。で、タアラツミダ選手のね、20ヤングプレイヤーですけど、まあ、これもね、まあ、悪くないんですけど、まあ、育成するかどうかの判断がちょっと難しいところですね。まあ、個人的にはキラなので、まあ、悪くはないと思うんですけど、うんまあ、今後のここはちょっと考えようですね。はい。 で、アダユートン選手の23レギュラーなんですけど、これもね、シューターとしてはね、もう一仕上がりやっぱ欲しいとこなんですよね。まあ、シュートスキル強化とかオフェとか、もう一仕上がりあれば、まあ、全然自信持って使えるかなと。今回ちょっとどうなるかっていうところは微妙な感じかなと思います。では続きまして、ウィング候補見ていきましょう。こちらです。はい、ここ候補2ページ目ですが、えー、まずはマイクマ選手の23オーズですね。 まあこれもね、まあ悪くはないんですけど、ちょっとね、ワイドレンジのね、感触僕も使ってたんですけど、まああんまり良くないんですよね、実はね。うん。というところで、ちょっとね、他の選手いればっていうところに、まあ2番目にね、水沼選手のライトニングがあるわけですよ、23のね。まあこっちの方がね、スキル画面あるのも、まああるんですけど、まあ感触はちょっと良さそうかなという。まあ仕上がりもね、センス含めてこっちの方がいいし、まあクラブリンクもね、ちょっとマリノスで、うん、いこうかなと思ってるので、まあこっちかなと思いますね。 はい、スタメンが、えー、スタメンか控えかで、まあ、しっかり使っていこうと思います。で、右に中川選手の24、ライトニングエッジね。はい、これもね、素晴らしくいいカードですね。まあ、シュートのちょっと強さ的にどうかなというところありますけど、ドリブル画面2つはちょっと面白いんでね、まあ、しっかりと抜けてきて、まあ、シュートまではね持、持っていってくれそうなので、まあ、前後半丸々使うか、後半45分使うかみたいな感じで、まあ、ちょっと判断していきたいかなと思いますね。はい 最後 CF 候補の選手見ていきましょう。こちらです。はい。ここは左が両サイ選手の23レギュラーですね。ボリューム2です。まあこれもね、スキル的には超次元ターンドリブルなんでね、悪くないんですけど、ちょっと仕上がり一息かなというところでね。まあシューターとしてどうかなというところが。うん。まあちょっと仕上がり部分含めてどうかなというところがありますかね。はい。 で、松田力選手のスターターもね、隣にありますけど、ここもまあ、仕上がり一息ではありますけど、ボナセンオフェアある分とか、まあ、ボレーでね、攻めれる分とか考えると、まあ、前半こっちでね、まあ、フラスルにいい選手ね、結構いたんで、まあ、そこと組ませて、後半レオセアラ選手とかみたいなね、そういった、まあ、起用とかでどうにか二人使って、まあ、得点の目を見出していきたいところかなと思います。はい、ということで、えー、今回ね、スタメン入り、ベンチ入りの可能性のある選手たちを、 ポジション別に見てきたわけですが、こちらの選手たちを使ってね、早速診断結果を見ていきたいと思います。ではこちらです。はい、ということで診断結果ご覧の通りでして、ゴールキーパーがパク・ユルギ選手の24フォーカス、センターバックがショルツ選手の23フォーカス8段、で、ミヤ選手の23フォーカスがスターメンですで。左サイドバックが角田選手、で、右サイドバック、塩谷選手、で、ボランチが藤田ジョエルチマ選手、阿部勇樹選手、 でトップ下がアンデルソン・ロペス選手でウィングが左エウベル選手右水沼選手先発で、えー、CF は松田力選手のスターターが先発となってますでキッカーなんですが、まあ、PK とフリーキックはアンデルソン・ロペス選手かなと思いますねスキル的にねでこんなキックはまあ水沼選手エベル選手どっちかですけど、まあ、水沼選手で今回は使用させていただいてますで交代役なんですが上田選手が宮選手と60分交代かな で、両オセラ選手が松田力選手と45分、中川選手が水沼選手と45分、アダうとん選手がエウベル選手と60分、で、坂井豪徳選手が、えー、角田選手と45分交代で、まあ、今回はちょっと予定させていただいてます。はい、ということで、まあ、全体的に、ね、別に悪くはないんじゃないかなと、面々とか見るとね、まあ、各ポジションに結構グレード高いね、まあ、限定級の選手とかもいますし、 まあ特に真ん中ら辺はね、しっかりしてるんじゃないかなと思いますので、まあ明確なね、その今回依頼を受けた時に、まあそのエレベータークラブになってるというところの明確な理由はもう見えてきたような気がするので、はい、ここを改善すればね、全然まあ戦えるし、なんならアマテラス祭とかもね、全然届くんじゃないかなっていうところまで激変する可能性はね、まあ十分に、まあ秘めたスカットかなと思いましたね。はい。 ということで、まあ、診断結果はね、ご覧の通りとなりまして、ここからアドバイスね、移っていきたいんですが、こちらがちょっと本題になってくるかなと思います。ということで、今後のアドバイス見ていきましょう。こちらです。はい。まずは守備陣についてなんですが、全体的にグラマス定着には十分足りてるんじゃないかなと思います。まあ、ここが原因ではなさそうだなというところですね。まあ、もっと上とか、まあ、アマテラス祭の出場とかね、まあ、安定感を目指すんだったら、それぞれのセンス厳選とかを頑張っていけば、 まあ特にまあ問題はないんじゃないかなと。まあ、センスがやっぱ全体的にちょっと仕上がりが緩いなという印象があったので、まあ、スキル強化狙ったりとかディフェセンス狙ったりとかね、やっぱそういったところが今後の課題にまあなってくるかなというのはちょっと感じましたね。まあ、選手メンバー的にねまあ足りてないとかないと思いますね。というのはちょっと感じましたね。はいで特にね、まあ、パク・ユルギー選手かな。まあ、せっかくいいカード持ってるんで、まあここはスパイクとかね含めて今後ちょっと注力注いでいきたいところかなと思いますけどね。うん 特にセービングのね、スキル強化へとか、まあ、ディフェセンスとかでね、ディフェス上がったりとかすると、まあ、点がぐっと減る可能性ね、まあ、ここで防げる可能性があるところがね、だんだん増えていきますので、まあ、そう考えると、うん、悪くないんじゃないかなと。まあ、ここが結構、まあ、守備陣に関して言えば、結構課題というか、明確な補強点とかにはなってくるのかなと。まあ、全体的な質というところが高めていきたいというのがね、まあ、守備陣のアドバイスというか、まあ、結論というか、ここに関してはそんなに問題がないと思っていただけたらなと思います。 はい、じゃ続きまして攻撃陣ですけど、こっちの方がどっちかというとね、まあ、てこ入れしていきたいというところで、まあ、やっぱりね、見させていただいたところの一番の欠点が、エースストライカーがもういないんですよね。うん。これがやっぱいないとね、なかなか今、グラマスで戦っていけない状況になりやすいのかなっていうのはちょっと感じましたね。なので、ここをどうにか補強していきたいとなったときに、まあ、先日のアマテラス祭とかね、見る限りだと、うん、まあ、TS でも十分可能性があるんでね、まあ、TSS は取れないにしても、TS の まあ、例えば、大黒選手とか、ジーコ選手とか、まあ、そこら辺とかでもね、十分可能性としては通用する可能性がありますんでね、高原選手とかね。まあ、そういったところを含めて、まあ、復刻とかもちょっと視野に入れていきたいところかなと思いますよね。で、まあ、今ね、持ってました、堺井剛徳選手とか、安部選手とか、ここら辺あたりも、うん、まあ、そうね、わざわざコインで交換するかどうかっていうのはちょっと判断難しいんですけど、まあ、できればとりあえず、まあ、8000、9000万もぐらい貯めて、 まあ tss を引きに行くっていうのがもう一番ベストかなと。まあそれができさえすれば、アマテラスさえ全然狙えると思います。とりあえず。逆にこういったのができないと、まあ置いていかれる可能性というか、なかなかその現役選手の補強とかがね、とりあえずできればいいんだけど、やっぱハードルがちょっと上がっちゃうんでね。まあ一番いいのはやっぱり t s でもいいから、とりあえず、シューター、エースストライカーになり得る選手をまずは補強すること。これができれば大丈夫。っていう感じに見えましたね、個人的にはね。 まあなので、ここを重点的に考えていきたい。ここに向かって立ち回っていければ、まあもっと強くなりたいんだったら、まあマテラスしゃとか目指していきたいんだったら、もうここがもうベストかなと思いますので、ここに全力をぜひね、注いで頑張ってほしいなと思います。で、ウィングとかもね、まあ別に選手揃ってないわけじゃないんでね、どうにか、まあ真ん中の CF の選手が、うん、しっかりと入ってくれば対応はできそうですし、あとはまあトップ下がね、ここにまあそのシューターの今のロペス選手を中途半端に使うよりかは、パスアーとしてその CF の選手とかがね、 ある程度入ってきたときにですよ。パサーとかでうまく繋いだ方が得点に向きやすい可能性も高いので、まあ、そこも視野にちょっと入れていきたいかなと。まあ、別に急ぎではないし、絶対的な話ではないんですけど、まあ、そういうところもカバーできたらいいのかなと思いましたね。はい、で今期まあここまで TS でカバーしようとすると、まあ、遠藤選手とかね、まあ、こういったところになるんですけど、イニエスタ選手とかね、うんまあ、こういったところの選手たちとかが入ってきたらまあいいでしょうし、まあ、ここは別に TS 使わなくてもね、現役とかでもどうにかなるので、 まあ、特にマリノスとかだったら、まあ、今後可能性があるとしたら渡辺康太選手の限定とか、まあ、西村拓真選手とかね、まあ、ここら辺あたりかなと思いますので、はいまあ、現役選手でも十分、ね、トップした戦えると思いますなんならアンデルソン・ロペス選手のねまたいいカード更新できたりとかしてとか今のレギュラーでもせめてセンス厳選してねもうちょっといいセンスついたりとかすれば、まあ、可能性は全然あるんでね、はい、そこはまあ広く構えていきたいところかなと思います はい。ということで、本日ね、GK クリニック第64回は以上となります。まあ、今回やっぱ安定感というところで、まあ適正なね、大事なポジションとして、まあ CF の話とゴールキーパーの話しましたけど、やっぱりね、ここだね。うん、ここがね、安定してればね、成績もある程度定着してくるんでね。まあ、逆にここのどっちかとかどっちもとかで、ちょっとやっぱ物足りないと安定感がどうしても出なくて、例えば、 ある州はグラマスの5位ぐらいまで行ったのに、次降格圏にいますとか、そういうのは結構あったりするんですよね。そこはな,なんでそうなるかっていうと、まあ、結局軸がしっかりしてないからっていう話があるので、まあ、やっぱ真ん中ラインですよね。あとは特にね、セ、まあ、ンターバックとかボランチとか、まあ、ウィングとかサイドバックも当然大事なんだけど、この真ん中のラインがとりあえずしっかりしてくれば、結構ね、戦えていくしね、安定して、まあそんなに多くの失点もせずみたいな、まあね、あの、大崩れせず、まあ逆にそんなにね、めちゃくちゃ、 まあ、上振れというか、まあ、その、ぶれが少なくなるんでね、まあ、下ブれが少なくなるんで、まあ、それだけでもね、十分安定してグラマスで戦えるようになりますので、まあ、そういったところをぜひね、注目して、まあ、しっかりと力入れてやっていけば、まあ、エレベータークラブもね、まあ、脱却できますし、うん、まあ、その上も狙っていけると思うんでね、まあ、ぜひ頑張ってほしいなと思います。ということで、えー、今回のクリニック64回目は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ここまでです。します。バイバイ。